はまた打って変わってですね、この前スラムダンクの話もしたんだけど、まあその時代に近いといえば近いかな。ちょうどスラムダンクが終わった頃ぐらいからやり始めたみたいなんだけど、1996年から幕張北安明なんていうことで、2人は読んでた？読んちょっとだけ、ちょっとだけ、もうちょっとだけかな、うん、ね、2人があんまり好きそうじゃない作風かもしれんけど、はい、そうでもない、バカでエロでみたいな、96年だから俺らが小学生高学年ぐらい、そうだね、小学生高ぐらい、うん、当時ジャンプ読んでた？読んでない、この週刊誌コロコロコミックを2ヶ月前読んだからけどコロコロからジャンプにみたいなの、そう、その当時ちょうどジャンプとかを読み始めてた時期で、いろんな作品もあって、あの時が全盛期だっていう話もあるけど、その中でもかなり異色な、そうだよね、うん、今じゃあこんな作品のやつは少年ジャンプだと出せないんじゃないかぐらいの、そうだね、不思議なエロネタだとかバカのネタが書かれてる作品だけど、うん、やっぱ面白いですよね、うん、今満喫昼行ってるけど、その時に久々に読みたいなと思って読んでて、あのね、だいたい4作ぐらい出してるんだけど、この人一番最近の作品が喧嘩商売っていう格闘技の作品なんだけど、それはなんか知ってるやつ、知ってると思う、読んだことないけど、うん、あとそれはね、いまだにそういうギリギリのエロネタも入ってたんだけど、格闘は本気で結構書いてて、そうなんだ、うん、結構格闘ファンの中でも人気のある漫画だったみたい で24巻ぐらいで、て第1部が3年前ぐらいかなに1回終わってるんだけど、第2部が去年ぐらいからまた連載開始しますとかいう情報だけ流れてたので、結局やらずにずっと今の読まれきていつになったらやるんだみたいな感じでネットとかでは言われてるみたいなんだけど、なんかね、結局この幕張はジャケットを見ると野球部の漫画のようにも見えるんだけど、全然野球してないじゃん、ね、うん、そんなイメージないもん、成功しまで書いてあるもん、うん、結局最後の最後までほとんどやることなく終わるんだけど、なんかいろいろ幕張には逸話があって、なんか最後ね、急遽ね、なんか急に終わるんだって、急にもう やめてやろうこんな辛い職業みたいな感じで急に終了して打ち切りかみたいな感じ言われてたんだけど、どうやら打ち切りじゃなかったらしくって、うん、なんかこの北さんが風邪をひいて、で体調悪くなってから辞めたって、その自分から辞めたっていうふうに自分では言ってるんだけど、うん、でその次に泣くようぐいすっていう、またジャケットが野球の漫画を始めて、これも7巻ぐらいで終わるんだけど、これも急遽終わるんだけど、これはね、ちょっと野球してるんだわ4巻ぐらいまでは。でも幕張はジャンプで、で泣くようぐいすはマガジンでやってたじゃんね。また泣くようぐいすやるときにジャンプの方はもう一回北さんにうちでやるかみたいな感じで言ってくれてたんだって、うん、だけどもうその時には北さんマガジンの方に売り込みかけてたんだって、で決まってたんだってでもう決まっちゃってるからみたいな感じでマガジンにしたみたいなんだけど、ジャンプは連載ものはやらないっていう風にずっと言ってたんだって、その当時、うん、でだから2みたいなやつってないじゃんっていう話、あのジャンプだとね、ジャンプね、うん、例えば続編ってこと？続編、そう、デスノート2だとかそういう感じでは出さないみたいな感じで言ってたんだけど、その当時そうやって言われて、北さんはじゃあジョジョはどうなるんですかって言ったらしいじゃんね。ああ、なるほどね、ジョジョは何部みたいな感じ、そうそう、第3部とか言って第4部とかやってるじゃないですかって言って、それはあんまりね、知られてない、ウィキペディアとかにも載ってないんだけど、で、結局その発言が原因でジョジョはあの続編っていう売り方をしなくなってたんじゃないかっていう風に言ってて、あの北さんにそうやって言っちゃったから、説明で、だからさ、今さジョジョリオンだとかさ、スティールボールランだとかさ、ブルーオーシャンだとか、あ、名前を変えてる、そうそう結局続編やってんだけど、なんかで大変なことをしてしまったって北さんは
思ってるんだけど、荒木さんに対して荒木さんはそのことを知らないで迷惑かけたみたいなそういう言ってるっていう、そういう話があったりだとかで面白いんだけどでね、泣くよグイスは野球やるんだけど、4巻から全然、まあ、高校野球がテーマになってたんだけど、それでは全然ただの幕張みたいなお笑いネタになって、なんかロボットとかも出てきたりとか、わけわからない作品になってくるんだけど、結構この幕張の、そのバカネタみたいな、いろんなネタみたいなやつが人気で、マガジンはそれをやってほしかったらしいんだけど、うん、真剣に野球漫画描き始めたもんだからやめてくれみたいな言われて、結局なんかどっちつかずになって終わったみたいなことらしくって、でその後になんか平成ギミンデみたいな、なんかそんな作品が上下巻で2巻で終わるんだけど、それもちょっとスマップのネタを出して怒られてやめれるっていう微妙な終わり方をしたんだけど、でその後にやったのが喧嘩商売 でこれはまたね、喧嘩が真剣で、でその中になんか朝まで生テレビをパロったようなコーナーとかが急に出てきて、喧嘩と喧嘩の間に、でなんか女子高生とのセックスはゼかヒかみたいなのを討論 し合うっていう、そのわけわかんないカオスな、無理くり表現したみたいな、なんだけど、実は北さんはその泣きよグイスの頃から、うん、そのお笑いとその真剣なスポーツ漫画の融合をやりたかったらしいんだよね。なるほど。でいつも失敗して終わるみたいな感じらしくで疲れて終わるみたいな感じらしいんだけど、北さんが言うにはそのお笑いは寿命が短いと、お笑いだけで、うん、もう一生食っていけることは、ね、漫画においてはないっていうふうにいう説を持ってて、だから新しいお笑いのあり方を発明するんだっていうことで、そういうギリギリの線をいった漫画を描くようになったらしくって、うん、でこの人はね、漫画を描くのが嫌いらしくってね、あ、そう、いや漫画家なんのやだけど、儲かると思ってやり始めた、だからもう食っていくためにやってるって、もう完全に割り切ってやってるよね。でご存知の通り、なんか実名に近いようなキャラとか言葉とかも出てきたりして、そういうのを皮肉ったりして、ほうほう、今だともうテレビとかじゃ当然できないようなことをやったりするんだけど、うん、それがやっぱ面白いんだね、うん、男にとっては、うん、っていうので、まあそのちょっと教育上は大変良くない作品かもしれないけど、うん、少年時代はすごくこういう作品に、まあ、影響を受けたよね、うん、やっぱお笑いセンスはすごいまあそうだねかなとは、うん、やっぱでもいろいろ読んだけど、幕張一番最初の頃の作品が一番面白いかなっていうので、うん、久々に読んで持ってきたんだけど、懐かしいね、でも確かに懐かしいよね。でなんか下ネタのフレーズが出てくるんだけどさ、チンコとかウンコとかさ、マグロとかさ、クニとか、そういう言葉はね、ある部分をここで覚えたようなところもあるしね。あ、そうだよね、うん、ジャンプで勉強したんだよね。今どうやって勉強してるかだよね。ネットじゃん。ネットだよね、多分。ネット勉強し放題だもんね。し放題だもんね。確かにね早いだもんね、今の子は。なんか締め付け、情報を締め付けてる、逆になんか興味をそそるじゃないけどね、ある程度小出しにしてった方がみんなエスカレートしないっていうのはいろんなことで結構言うよね。あんまり規制しすぎると逆にみんな反発する。うん、昔ネットなかったからなんか本ぐらいしかないもんね。ね、だからそうか、深夜テレビぐらいしかないもんね。うん、このさっきの銃じゃないけどさ、の河原とかに行ったらさ、エロ本とかさ捨てられて落ちてたりしたのを拾ってさ、見てたりせんかった、ね、した、うん、みんなで見たよ、ね、そういう時代だったね。そういういい時代なのか暗い時代なのか知らないけどそういうのも ないよね。今エロ本売れないだろうね、汚ねとか言ってね、売れないよね。 iPad で見りゃいいもんね、そんなもん。
携帯でもできるもんね、これ。ね。確かにみんなスマホ持ってるもんね。ね。だからそういう意味じゃよっぽどこの漫画でね、もう露骨に描いてくれた方が、むしろ健全かもしれんけどね。まあね、うん、そっちの方がね。うん、だから、今連載してないけど、女子高生との恋愛は過去みたいなので、もう真剣に討論できるような漫画なんてないと思うから、うん、誰もしたくないし、もう完全にタブーじゃん。よくやるな、みたいな。でも、うん、北さんだからこそできるみたいな。男にはすごい評判が高いね。女には全くないかもしれない。ダメなのかね、うん。ダメでしょ。ダメだよね、多分。奈良はホモ裸だもんね。ホモも出てくるね、これ、一巻で。ホモゲイが出てくる。で、今はもう結構さ、露骨にマツコデラックスだとかいろいろ出てるけど、その当時結構、ないんじゃないかな。まだお姉キャラもなかったね。ピーコとかおすぎとかあるけど、もう完全に異端キャラみたいなだったと思うしさ、ピーターとかさ。うん、まあ、しかも、何それを持ち上げようとして書いてるわけじゃないじゃん。完全にネタとして書いてるから。うん、そこら辺は全然本人にはクレームが来ないようになってたらしいけどね、仕組みとして。そうなんだ。編集者の方でそこは止めてたらしいから、相当大変だと思う。まあ確かに。うん、この人の仕事やるの。俺はね、あんまり話しすぎると墓穴を掘るんで、この辺にして。